では上野社長の2回目ということでお話をお伺いしたいと思うんですけれども、はい、まあ、なかなか今回のその、小径パイプの内側の内側から開けるバリなし、内側にバリなしのプレス加工ができるとその御社の特別の技術っていうのは、はい、まあ、なかなかこれ真似されちゃうとそのままアイデアで失敗ちゃうと言えない部分があると思うんですけども、そういう意味では特許も取られた、はい、そうですね、昨年末から、今年にかけましてようやくですね、技術開発を始めて苦節7年ほどかけてですね、ここで ようやく特許が取れました。はい、そのあたりも詳しく言って、特許取るの大変なんですよね。そうですね、まあ、申請から、ここまで来るまでに、まあ、大変な努力がありました。やはりですね、特許を取るのにもですね、いろいろこうアイデアが出てですね、やられてる会社さんもあるわけですよ。その中でいかにその特許っていうのはどこもやってない技術、それを認めるわけですから、まあ、それまでにはやはりこれはどっかと似てるんじゃないかとか、そういう案件が来るんですが、まあ、拒絶とかですね、そういう部分で来るんですが、一直線に、主張してですね、まあ、認められたってことは本当にありがたいことなんですけど、やはり小さい会社なんで申請する力っていう部分では非常に弱いんですよね。でそんな中でやはりいかにね、申請する弁理士さんとですね、やり取りする中で、その弁理士さんにもその技術の凄さを分かってもらわなきゃいけない。それましては国際特許を取るまでにはやっぱりそういう部分では有能な弁理士さんと出会えたってこともナディ君にとっては非常に良かったなと思うんですが、これごめんなさい、あんまりテレビのあるとは言えないんですけども、はい、多分県の方もね、見られると思うんですけど、こういうことこそ、例えばですけども、はい、長野県が、ね、産業振興するんだったら、もっと特許取り、国産特許を取っていきましょうと、はい、旗振り役になって、はい、ね、金額が相当かかったわけですよね。うん、そうですね。まあそんな中でもね、経済産業省のこの、補助金ですか、はい、これをいただいたときにですね、まあそういう意味では特許のものもですね、多少支援していただいてるんで、やっぱりじゃあ国や県や、うん、須田さんからの支援もあって、はい、そうなんです。それが特許の後押しになったっていう、後押しになりましたね。はい、やはりこうやって始めた以上ですね、まあ、特許を取るっていう目標を掲げてやったんで、非常に市や県、ですね、まあ、国ですねの後押しもあって、まあ、こういう小さい会社でも特許を取れたというところがですね、非常に良かったかなと思うんですけどね。そもそもに戻っちゃうんですけど、なんで特許取ったんですか。そうですね、本当であれば、うん、ナディックの中でクローズしてですね、その技術で売ればよかったんですけど、はい、ナディックそもそもですね、ファブレス企業っていう言い方してるんですが、製造設備を持たない、まあ、開発企業でありましょうというナディックの方針がありまして、こうやってご覧のようにですね、会社の中は CAD しかありません。でその中でですね、これを、この技術で売ってこうっていう時にですね、まずですね、社内の中で、クローズして生産して物を出すっていうシステムじゃないんですよ。でやはりですね、今後考えた時に技術特許なんですけども、やっぱり流出は免れないと、そういう意味でこう小さい会社の技術ですけども、特許を取っていればやはり特許のこの重要性を武器にですね、大企業とも戦えると。で大企業に採用していただける場合にもですね、特許が一番のまあ、勲章じゃないですけど、そういう意味で信用もしっかりとされますし、そういう意味でナディックのこう、まあ、
小さい会社ですけども認めてもらえる部分は大きいかなということで特許取ろうということで。武器になるってのはよくわかるんですが、はい、そうなんですね。こう言語させてもらった時もこう思ったんですけども、うん、普通プレスメーカーってなってくると、はい、ここで部品を作る会社っていうのが多いし、うん、どん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 ってこうプレスの音が聞こえてきて、うん、部品1個を何円、ね、何千みたいな感じで販売される、で金型メーカーさんになるとそのワイヤーカッターとかでこう、はい、鉄の塊をガーッと切ってって、うん、その金型を収められる。でもその、うん、そのワイヤー型みたいなのを買うだけで、はい、何千万円っていう、そうですね、お金が必要なんですよ、でも御社の場合はその両方がなくって、はい、事務所にパソコンが並んでいて、はい、従業員の方がそのパソコンに向かって仕事されてるわけです、ね、そうですね、ある意味そのホームページ作る会社と変わらないわけです、ね、うん、そういうことですね、はい、IT 企業とかと変わらないようなことをやってらっしゃるけども、それがお金に変わってる。これがそのファブレスメーカーですね。そうですね、生産設備を持たずに、はい、やる会社っていうものの醍醐味かと思うんですけど、そうですね、まあ生産設備は持ってないですけども、やはりですね、まあ、協力工場さんにお願いしてですね、製造する部分は協力メーカーさんにお願いしてですね、作っているものはあるんです。 で、まあ、でもまさにですね、技術を売るっていう部分でナディックはですねそこを重視してますんで、やはり製造設備持って、何か物を加工するだとか生産するとなるとですね、やはりそっちの方ばっかりにが気になっちゃってですね、いや今日の生産は少ないだとか、やはり機械が動いてないとか、そういうことで心配ばっかり言ってしまうんで、やはりそういう部分で技術に集中するっていう部分ではまあファブレス企業っていうやり方もですね非常にいい方法だなと思ってやってます。この項目の最後の質問なんですけど、はい、技術を売るっていう言葉がすごく印象的なんですけども、技術を売るっていうことはここの素高で作られたアイデア技術っていうのは別にその市場はボーダレスっていうかどこでもいいんですよね。そうです、どこでもいいんです。だからですね、まあ、これをですね、まあ、長野県の技術だと信州さんだと、そういう部分でですね、やはり技術を売るっていうのは大変ですけど、まあ、ある程度守られた技術を売るわけですから、まあ、そういった中でですねいかに使いたいお客さんにですね気持ちよく使っていただけるか、そういうのを念頭に置いてですね、まあ、営業活動をしてるんですけど、一番良かったのはですね、やはり製造してないんで、まあ、お客さんもですね、そういう意味では自分の方の技術として取り入れたいとか、そういう部分で、まあ、お客さんの仕事をうちが取ってしまうと、そういう感じの、仕事にはならないんで、まあ、そういう意味ではいい方法なのかなという感じですね。ちなみに今お答えできる範囲ですけど、どんなところに使われてますか？どんな企業さんで？どんな企業ですか？まあ、自動車関連の、まあ、部品メーカーさんが主ですね。なるほど。で、これからはどんなところで？そうなんです。これからですね、やはり今のところ自動車メーカーさんが 100% 近いんです、はい、でやはりこれからいろいろとやっていきたいなと思うのはやはり自動車以外なんですけど、まあ、そんな中でもですね、まあ、いろいろエアコンの関係ですとか日本メーカーだけじゃなくてですね、まあ、まあ自動車に限らず、まあ、エアコンですとかね、あと空調その他油圧の関係、いろいろありますんで、まあ、医療その他も出てくるんですが、そういうところに、進出したいなというところはあります。御社でのアイデア技術力っていうのが世界のものづくりの現場で生かされるっていうのが、ね、そうですね、そこが醍醐味ですねやはりナディックの技術を使ってですね、うん、世の中にものが出てってるというところがですねやはり一番嬉しいところなんで、まあ、世界中でですね使われる技術になるようにですねこれから頑張っていきたいなと思ってます。